ご視聴ありがとうございます。今回は社長がおすすめする園芸用品についてご紹介してもらいたいと思います。お願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。開花園の三國です。今回ですね、まあ、皆さん花壇のちっちゃい人とかね、花壇がない人、まあ、ベランダガーデンやってたりとか、まあ、室内で植物を育ててる方とかいらっしゃると思うんですよ。で、まあ、そういうふうにね、まあ、ほんの少しだけ置いてね、観植物種と鉢か二鉢とかね、まあ、ちょっと玄関先に寄せ植えとかね、テラコッタとかそういったもので植えてる方って、まあ、人それぞれやと思う。まあ、それはそれで僕すごくいいなと思うんですけど、まあ、本格的にやってる方ね、すごく庭が大きくて花壇とかもすごく大きいんだけど、やってる方にの方ってさ、まあ、多分まあ水やりは仕方ないかな、こういう肥料ね、肥料ね、まあ、今回ちょっとまあ花工場ってね、これ結構ねコストパフォーマンスがいいんですよね。これ僕はもう夏の間はもう夏ペチニア系も必ず肥料やってください。で、固形肥料を与えるんじゃなくて液体肥料ね、で液体肥料をなるべく、朝とか夕方、ね、朝早い時、日中はやったらダメなんで、なるべく朝とか夕方曇り空の時に与えてくださいっていうことです。で、家にね、例えば観葉植物を置いておいたりとか、まあ、ベランダ栽培してる方やと上炉でね、こんなちっちゃい上炉とかにちょこちょこっと入れて希釈倍率ちゃんとこれ読んでね、やればいいんですけど、花壇が大きい人、すごく大きい人に対しておすすめ商品を紹介します。で、それがじゃじゃん、これです。で、これね、一回僕知れてるんですよ、これ8個ね、何年か前に全然売れなかったんですよ。で、これなぜかっていうと、やっぱりこの良さを伝えきれない、ね、消費者からすると何これっちゅう感じなんですよ。で、これ結構値段するんですよ、実言うと。もう値段忘れたけど下選手だから。で、これはもう一回仕入れる予定でいる。はい、ちょっと待ってください、1ヶ月待ってください皆さん、1ヶ月 で秋のガーデニングには絶対に間に合わせますんで、うち仕入れますからね。で、なかった場合、もうメーカーで廃盤になってた場合は仕入れることできないんですけど、ね、そこからちょっとご了承ください。まあ、調べてないんで。で、もし廃盤になってなかったらこれもう一回仕入れますんで、ぜひね、花壇大きい人、これおすすめ、絶対おすすめ。これは何をする機械かっていうと、希釈を100倍に薄めてくれる機械なんですよ。機械っていうかな、道具ですね。このペットボトル、中にペットボトルありますよね。この中に原液を入れるわけです。原液で、原液を入れて、ここホースでつなげると、ホースをつなげると勝手に100倍になって希釈してきますよってことなんですよ。これすっごい便利。でも玄関先にちょこっと1個か2個の人はこれもったいないかな、買うの。でもでかい花壇持ってる人は絶対これ買ってもらったらいいと思う。もう多分まあちょっと何坪っていうと難しいから、多分8畳ぐらい、正直なところ8畳以上花壇ある人はこれ持っといてもらったらいい。これ5、6000するかもしれないけど壊れないから、ね、で、楽で、今これね、やり方教えますんでね、本当に簡単なんで。で、まあ、普通段ボールに入ってて、まあ、外してもらって組み立ててきます。もう説明書ついてますから。で、やり方パーパーと説明しますと、まあ、今回ねこの花工場を使わせていただきます。花工場 ね、はい、来てください。もう簡単、すごく簡単、ね、で、必ず皆さんね、なんていうかな、夏場ですね、夏場の何年も言いますけど、朝早くか夕方にやってください。で、こういう風なね、皆さん多分大きい庭持ってる方はもう絶対こういう風なのを持ってると思うんですよ、ね、で、まあ、片一方外します。片一方こういう風にくるくる外して、こうね、まあ、これは皆さん分かると思うね。で、これ中通して、で、これ通しますね。で、こうして、で、ここに差し込みます、ね、で、これをまた入れて、で、普通のホースとこれを本体をつなぎ合わせていきます。で、外します。外しますね、外します。で、ここに水と肥料って分けられるんですけど、これをまあ水にしておいて、
ね、水にしておきます。まあこれば、まあどうでもいいかな。でこれまあ初めに入ってるんですけど、ちっちゃいんですよこれ、最初の既製品で入ってるやつは。でこれちょうどね、あのウーロン茶とか、ウーロン茶って言ったらかな、ペットボトルちっちゃいやつ、これスポンと入りますんで、これ使ってくれるといいと思う。でこれ透明なんで、透明やとはどんだけ入ってるかって分かるんでね。で実際これね、今回、説明するのは花工場ね、まあちょっと後ろ見て、草花系バラに関しては1000倍から500倍希釈倍率ね。まあ例えば1リットルに対して1リットルに対してね、1リットルに対して1ミリリットルでいいですよってことなんですよ、1000倍やとね。1リッターっていうのは1000ミリリットルの1000分の1ですから、1ミリリットルってほんの少しなんですよ。でもこれは100倍に薄めるやつですね。で100倍で薄めてくださいって言った場合は、これドボドボドボって入れればいいです。100倍に薄まるから、原液をね、水流すと100倍に勝手に薄めてくれる。でもこれ1000倍に薄めるっていうことは、100倍かける10倍なんで、これがもともとね、10分の1に薄まってないとダメなんですよ、1000倍にするためには。だからこの量ですね、この量にね、10分の1、1000倍にする場合は大体適当でいいんですよ。まあ10分の1、これくらい、これくらいにして、でこれをね、ここまで薄めると、これで10倍になるんですよね、原液が10倍、10倍を今度100倍に薄めるから1000倍になるんですよ。わかるかな。はい、でこれをね、まあまあ普通のね、うん、でこんな感じで薄めて、で薄めた、これで10倍液ですね、10倍液、原液を10倍ってこう振るわけですよね。でこう入れて、簡単で、これを今度この中にホースをね、こうやって入れるんですよ。これめちゃくちゃ便利ですよね。でこうするわけ、はい、で元栓を開いて、ここにあるんですよ。でここホースと出るんですよね。でこの水になってる場合は水です、これずっと水しか出てないね。ね、こうする。これは今水です。これ吸ってないっていうことです。そこの中ね、減ってないです。そうだ。減ってないですよ、いくらやっても。ずっと見ててね、減ってない。はい。ね。で、これが、ちょっともったいないけど、やり出すと、減ってくんですよ。ほら、水上がって、あ、見えたかな、今。これ実は減ってるんですよ。まあ、これをやっていきます。はい、これで、1000倍液ってことは、今水ですよ。今水に変えてある。で、こう持って、新芽が下がってる時が一番効果的、はい、ね、で、ね、液体に変えます。で、いっぺん水やりでも説明したけど、1寸1秒、これだと尺2なんで、尺って分かるかな、30センチあるんですよ、大きさが。だから10秒やるんです。お水って10秒、1寸1秒、見てください。これやったら、これ30センチあるんで、直径ね、割る3センチ、10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これくらいです。見てくださいね、これ今やりますね。あ、ちょっとわからない、これでやりますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、あ、次ですね、あれやります、はい、あれ、みんなの水やりのやり方、あ、これホース引っ張ってくれるあ、ちょっと待ってくださいね、持っていくよ、これ10秒やったやつね、10秒、これ10秒やったやつね。で皆さんの水やりの仕方って俺のは大体こうやってね、もうこんで、これくらいで終わるわけ、これで。ね。
これくらいで割ってる人多いもん。まあ見てるとわかるわ。しばらくするとこれ10秒、え、どれやね、10秒、10秒やって、ほら下から水出てきてたよ、はい、下から水、もう下から水出て下濡れてるでしょ、これ10秒やって、これしばらくしてても水出てこないから、これも絶対出てこないから、 100% 出てこない、ほら出てこんでしょ、はい、下まで水いってない証拠だから、必ずこれやったら30センチあるから10秒、1、2で周りから3、4、5、6、7、8、9、10、これも10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次で、こういった場合、寄せ植えの場合、寄せ植えの場合は上からやるんでなくて、こうやるんでなくて、ちょっとこう持ち上げて、なるべく土にこういう風にね、あの寄せ、これはもうないから全然いいんやけど、例えばこういったもの、ラベンダーとかもそうで、こうやってやるんでなくて、ここにあるで、上やるとここ蒸れるわけね、でこうね、ガーってやるとここ傷むわけ、めっちゃくちゃ傷むわけね、普通のやと本当に傷むから、皆さん別に土にやってね、土にこうやったら、こうやるんじゃないの、ここね、こういう風にして与えるわけで、上はサササってやるわけ、皆さんね、この葉っぱからも水吸うから、少しだけかけるというね、こうやって、まあ、ね、特に曇り空、あ、天気いい日はやったらダメ、焼けてしまうね、で曇り空の時にはこうやってると、こう葉っぱからもね、こうね、でこういうカーネーション、これ切り戻ししたやつね、このままね、でこうやってグッて中に入れるわけ、こういうふうな水やる、でこれ8寸やから24センチの幅やから8秒、これもそう、上からやるんじゃなくてね、やるのいいんやけど、さささって鳴らすぐらいで、やるのはグッとこれを手に入れて、こうやって1、2、3、4、5、6、7、8ってやるわけで、これだとこれ、まあ、例えばこれだとね、これ8寸鉢に直径24センチ、8秒ね、こういうの場合はもうね、直接1、2、で3、4、5、6、1、8、これで下までいい、あれアジサイの場合はこれ尺鉢、これも8寸、水下がってると葉っぱしなってしてきてるやろ、うん、で上からやるのもいいんやけど、これ葉っぱ強いでいいけど、いくらやってもね、ほら周り凍れてるの分かる、土に行ってないの、はい、ね、だからグッとこの中まで行く、で8秒、1、2、3、4、5、6、7、8、上がるね、で開いたね、こういうの、これはもう尺に36センチあるから40センチ、尺3やね、13秒、6、7、8、9、10、11、12、13、ね、これもう尺に13秒、1、2、これオリーブやね、ひな風、5、6、7、8、9、10、これくらいあるでね、12、13、これ8寸鉢ね、あ、これ7寸、21センチ、7秒、これね、ラベンダー、上からこうやるとここがこうなるの、ね、か、ね、こうやってやってると絶対こうなるわけ、こうやってやってる人おいで、こんななるの、だからやるときには必ずこうやってね、めくり上げてやるわけ、6、7、8、9、10ってやるわけ、こうやったらダメ、これ湿ってるやつは、でここに穴が開くわけで、なくて土にある、でこういう風なね、黒くなったとこは絶対ね、汚い葉っぱ絶対取り除くこと、ね、でこういう風にしてやっていくわけなんですよ、ね、これヒューケラ、ヒューケラとかもなるべくね、こうやって土めくってこの土にある、ね、バラとかもそう、これとかもこうやって、ね、でこれ黄色い葉っぱ全部落としたやつなんやけど、
か、こうね、葉っぱがし悪くなってくるとこう、分かれる頭が下がってくる、ね、こういった時に液体入れるといいかな。これ香港カポックね、やっぱ外脱色して綺麗でしょ。これ新芽展開していくんですよ、ね、で、これもそう、こうやってもいいけど、さささっと濡らす程度はいいけど、やっぱ土に与えること、ね、これペチニアした。これ全部切り戻して、もう復帰せんかな、もうかなんかもうすっごい蒸れててもうダメかなと思うけど、一応こういうのもこうやって、ね、で風通しを良くするわけ。もう汚い葉っぱ全部取ってる。で、こういった時は液体肥料、メネディールっていうのをやるといいかな。ね、これやったら7秒。でももう葉っぱがついてないから、蒸れることはないかな。で、この枝からパーパーと展開していくわけ。それでもやっぱ悪くなってくるやつがあるから、もうこれ葉っぱついてないやつはこうやってバーっとつけていける。ね、これアルミニウム。これあと、1、2、3、4、5。ね、うん、そんな感じ。ね、3センチに1秒と思って、これとだいたい8秒。1、2、3。で、またこう、しばらくして、また、下に行って、これ。これの繰り返し。わかるかな？これ、8寸鉢のアデニウム。1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じ。ってやるわ。あ、今水やってた。でも、減ってるでしょ？はい。ね。ね。そんな感じで、これがすっごいおすすめで、これでね、こうやってするとだんだん減ってると思う。で、こうすると水に変わるっていう。で、これね、これを、これも10倍に薄めてあって、100倍やから1000倍になってますね。で、これ今仕入れる予定でいますんでね、ぜひまた店頭でね、ゆくゆくは通販もね、こういった通販もやっていこうと思いますんで、まあ皆さん楽しみにしておいてください。で、今のところ通販、こういった園芸資材の通販はやってないので、店頭売り、プラス、まあ、YouTube での予約注文とかもちょっとお断りしてますんで、まあ、ぜひね、ちょっと福井まで来れない方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、地元の方ですね、の庭が大きい方、これおすすめしますんで、やってみて、ちょっと4、5選手しますけど、僕はこれでやってます。もう、うちらが上路でやったらキリないんで、はい、こんな感じでね、やっていきますんで。感じやってるわけなんですよ。これもみの木やろ。もみの木。もみ。スマスの、ね、こんなのシンボルツリーで植えたいの。杉なんてどこにでもあるけど、だからもみの木埋まってるとこ少ないね、教会とかでも。いいやろ、もみの木。あるかな、これもみの木。クリスマスっていう感じ、ね、本物のツリーってこんなの、ね、クリスマスツリーの本物、あれがこれ、皆さんね、造花であるじゃないですか、の本物はこれ、キリンモトです。これ2年目です。ちなみにで、これうちが植え替えてどこまで綺麗になるかなっていうのを、ね、やってるんです。綺麗やね。僕がおすすめしてるブルーブッシュ、綺麗。でもブルーブッシュも安いやつ買うとこんな綺麗にならんでね。やっぱりいいやつ買ってください。はい、で、うちはもう安いやつあるんですよ。1本だけヒョローンってなってるやつ。綺麗やろ。全体的にワークなの。これ剪定のやり方。だからここまで綺麗に横枝張ってくれる。まあうちはいいものしか買わんから。ね。皆さん買いに来てください。以上です。ありがとうございます。